2024年のナンバーアンダーライン愛が示す未来。新曲と共に歩む新たな挑戦の軌跡。アーティストとしての成長を見せたナンバーアンダーライン愛。NHK ミュージックエキスポ2024での特別な夜。2024年8月22日、NHK ホールで行われた NHK ミュージックエキスポ2024の初日は、多くのファンにとって待ちに待った瞬間となりました。 特に注目を集めたのは、新進気鋭のグループ、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスです。これまで数々のステージでその実力を証明してきた彼らですが、このイベントは彼らにとって特別な意味を持つものでした。それはただのライブパフォーマンスではなく、彼らがこれからどのような道を歩んでいくのか、その未来を示唆する重要な場でもあったのです。ファンたちの期待は高まり、SNS 上でも、 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが楽しみだ何を披露してくれるのだろうといったコメントがあふれました特に今回のステージが彼らの新たな挑戦の場であることを知っているファンはその一瞬一瞬を心に刻もうと集中していました彼らのこれまでの活動を振り返ってみると常に新しいものに挑戦しファンを驚かせ続けてきたことがわかりますだからこそ 今回のパフォーマンスにも並々ならぬ期待が寄せられていたのです。ステージが始まると、会場は一瞬にして熱気に包まれました。観客たちは、彼らがどのようなパフォーマンスを見せるのか、その目で確かめようと固唾を飲んで見守っていました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、その期待に応えるべく、これまでにないレベルのパフォーマンスを披露しました。ダンスのキレや歌声の力強さ、 そしてステージ上でのカリスマ性は、まさに圧巻の一言でした。しかし、このステージが特別であった理由は、単なるパフォーマンスの質だけではありませんでした。彼らは、このステージを通じて、自らのアーティストとしての成長を示すと同時に、今後の活動方針についても暗に示唆していたのです。ファンたちは、そのメッセージを敏感に感じ取り、彼らの未来に対する期待感を一層高めることとなりました。 例えば、ステージ中盤で披露された新曲は、彼らの音楽的な進化を象徴するものでした。これまでの楽曲とは一線を画す、より成熟したサウンドが特徴的であり、その歌詞には深いメッセージ性が込められていました。ファンたちはその変化を受け入れ、彼らが次のステップに進むための準備が整っていることを感じ取ったのです。また、ステージ上でのパフォーマンスだけでなく、彼らの衣装やステージセットにも、 細部に至るまままで彼らのこだわりが詰まっていましたそれらはすべて彼らがアーティストとして一段と成長し、新たな境地に到達しつつあることを物語っていました。ファンたちは、この特別なステージが終わった後も、興奮冷めやらぬ様子で SNS 上に感想を投稿していました。ナンバーアンダーライン愛の新曲、最高だった、彼らの成長を感じた、次の活動が楽しみといった声が多く見られ、 彼らの未来に対する期待がますます高まっていることがうかがえます。彼らは、このステージを通じてファンに新たなビジョンを示し、それが確実に伝わったことがわかります。また、ナンバーアンダーライン愛の今後の活動に注目が集まる中、彼らがどのようにして自らのアイデンティティを保ちつつ、新たな挑戦を続けていくのか、そのプロセスにも興味が寄せられています。彼らはこれまでも、 自らの音楽やパフォーマンスを通じて一貫したメッセージを発信し続けてきましたが、それがどのように進化していくのか、ファンたちはその行方を見守っています。特に、今回のステージで見せた新たな一面が、彼らの次なる大きな飛躍の予兆であると感じているファンも多いでしょう。彼らの音楽やパフォーマンスは、単なるエンターテインメントの域を超え、ファンたちに深い感動と共感を与え続けています。それは、 彼らがただ流行を追うのではなく、自らの信念に基づいたアートを作り出しているからこそ成し得ることです。そして、その信念がこれからも変わることなく、さらに進化していくであろうことをファンたちは信じています。ナンバーアンダーライン愛が次なる挑戦にどのように立ち向かうのか、その一歩一歩を見守ることは、ファンにとって特別な体験です。彼らの音楽やパフォーマンスには、常に新しい要素が盛り込まれており、 その進化は止まることを知りません。今回の NHKMUSICEXPO2024 ミで見せたパフォーマンスも、その一例に過ぎません。彼らがどのようにして自らのアートを進化させ、ファンの期待に依頼していくのか、その過程はまさにアーティストとしての成長の軌跡を描いています。ファンたちは、彼らの活動を通じて、自分自身の成長や変化も感じ取っています。音楽は単なるエンターテインメントではなく、 人生の一部として心に深く刻まれるものです。ナンバーアンダーライン愛の音楽を聴くことで、日常の中でのさまざまな感情や経験が豊かになると感じるファンも多いでしょう。それは、彼らの音楽が持つ力であり、彼らが真摯に音楽と向き合っている証でもあります。また、彼らがこれからどのようなテーマに取り組んでいくのか、その選択にも注目が集まっています。音楽業界は常に変化しており、 新しかし、ナンバー・アンダーライン・アイはその中で自分たちのスタイルを貫きつつ、時代の流れに柔軟に対応してきました。彼らが次に選ぶテーマがどのようなものであれ、それが彼らのアイデンティティをさらに強固にするものであることは間違いないでしょう。さらに、今回のステージで見せたように、彼らは単に音楽だけでなく、ビジュアル面でもファンを驚かせ続けています。 ステージセットや衣装、そして映像演出など、すべてが彼らの世界観を表現するための重要な要素です。これらのビジュアル面での工夫も、彼らがアーティストとしてどれほどのこだわりを持っているかを示しています。今後も彼らがどのようなビジュアル演出を取り入れていくのか、その点にも期待が高まっています。しかし、彼らの成功の裏には、常に挑戦と努力がありました。華やかなステージの裏で、 彼らがどれだけの時間とエネルギーを費やしているか、ファンには計り知れない部分も多いでしょう。それでも、彼らは一歩一歩着実に前進し続け、その成果をステージ上で示してきました。彼らの努力が報われる瞬間、それはファンにとっても大きな喜びであり、彼らを応援し続ける理由の一つとなっています。そして、ファンとアーティストの関係性も、今や単なる応援という枠を超えて、 より深いい結びつつきを持つものとなっています SNS やライブイベントを通じて、彼らはファンとのコミュニケーションを大切にしており、その絆が彼らの音楽活動にも大きな影響を与えています。ファンからのフィードバックや応援の声が、彼らの創作活動の一部となり、次なるステージの原動力となっているのです。そのようなファンとの強い結びつきが、彼らをさらに高みへと押し上げているのです。そして、 彼らはその期待に応えるべく、常に新しい挑戦を続けています。今回の NHK ミュージックエキスポ2024で見せたパフォーマンスも、その一環であり、彼らの次なるステップへの予告とも言えるでしょう。これから先、ナンバーアンダーライン愛がどのような道を歩んでいくのか、それはまだ未知数です。しかし、彼らが持つ情熱と信念、そしてファンとの強い絆があれば、 彼らの未来はますます輝かしいものとなるはずです。ファンたちは、その未来を共に歩んでいくことを楽しみにし、彼らの次なる挑戦を心待ちにしています。今後のナンバーアンダーライン愛の活動がどのような方向に進むのか、それはまだ誰にもわかりません。しかし、彼らが今回のステージで見せたような情熱と努力を持ち続ける限り、彼らの未来は明るいものであることは間違いありません。ファンたちは、 彼らが次にどのような驚きと感動をもたらしてくれるのか、その瞬間を楽しみに待っています。そして、彼らと共に歩んでいく未来に対する期待感が、ますます高まっているのです。そして、最後に問いかけたいのは、あなた自身がナンバーアンダーライン愛にどのような期待を抱いているかということです。彼らが次にどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、その瞬間を共に想像し、楽しみにしてはいかがでしょうか。 そして、彼らと共に歩んでいく未来を、あなた自身の目で確かめてください。それが、ファンとしての特権であり、彼らとの絆を深める一番の方法であるのです。最後に、皆さんはナンバーアンダーライン愛の次なる挑戦にどのような期待を抱いているでしょうか彼らが次にどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、またどのような音楽を生み出していくのか、その未来を共に想像し、楽しみにしてはいかがでしょうか